名作ドラマにビビルーム、どうも佐賀県出身の田舎もんおさむです。お願いします。ということで今回はですね、木曜夜10時フジテレビでやってますドラマの一番好きな花第5話の胸熱シーン語っていきます。まあ軽く語って軽く解説していきたいと思います。まあここがエモかったぞみたいなね、まあ今時で言ったら、あ、田舎のおっちゃんでもエモいとか言いますよ。29でまあおっちゃんやったんですけど、実は。ということでね、今回のメインは、まあ、ゆくえさんともみじのラストのやりとりですね。あそこがだいぶ深かったんで、まあそこメインで語っていきますんで、まあ皆さんのね、エモシーンもぜひコメント欄にてお待ちしてます。もうね、ぜひぜひもうコメント欄をこの一番好きな花のこと語る場所にしましょうよ。ということで最後までゆったり聞いてってください。お願いします。では早速ですね、ラストのもみじとゆくえさんのやりとり、あれね、イラストの話と見せかけて篠宮くんとの話ともかかってたんですよね。いや、脚本がさ、うますぎ、もう。もううますぎ。あの、話の流れで言ったら、あそこは、あのなんか、二人っきりになれた、このもみじとゆくえさんが。で、なんか、声が進むか、みたいな、シーンですよね。その、なんか、恋愛ドラマフィルターで見たら、それのシーンと見せかけて、まあ、もみじが、イラストの話振ってね、なんかゆくえさんがその、まあ、優しい絵とか言った後に、まあその人が優しいと言うんやったらそれでいいんだよみたいな、この何でしょうね、自分の夢の話っていうか、その心の根っこの部分の話できるっていうの、この関係いいっすよね。っていうシーンと思ったらよ、なんか思い出しません？この優しいっていうフレーズね。篠宮ともみじのやりとりやったんですよね。篠宮がもみじに対してその優しいってずっと思ってたじゃないですか。でも実はもみじはこの言っちゃうんですよね、あれは。まあ余ってるやつやったら裏切らないっていうかね。あの一人ぼっちでまあかわいそうって思っちゃって、でなんかそういう人やったらありがたがってくれるから付き合ってたみたいな、っていうのをもみじが言うわけですよ。これの話を同時にできるっていうのうますぎですね。もう脚本家さん。でもゆくえ姉さんのこの、この脚本家さんとゆくえ姉さんのコンビですよね。もう座布団あげたい、これは。もううちにある座布団も全部持っていって。ほんと。でね、この、なんでしょうね、もみじが、まあ、自分の内心を、篠宮に打ち明けるシーンですね。あれね、結構ネットで賛否両論ありましたけど、あれ、言い方とか、その、が良くなかっただけで、この本音言えたっていうことは、まあ、悪いことじゃないと思うんですよね。なんやろな。まあ、もみじにとっては、やっぱりその、抑え込んどくのもしんどいんでね、なんか、自分の気持ちを。多分罪悪感とかあったんやろうね。なんか、わかるわ。本音言える相手がおるっていうこと、だいぶありがたいですよね。ね、篠宮くんからしたら、その、自分に本音を言ってくれるっていうのが、まあ、ありがたいと思えたら、よかった。たんやろうけどね。でもまあまあまあ信頼してたからこそやっぱりそういうこと言われるのショックやったんやろな。だからその自分の絵にこのバッテンっていうか台無しにしてたんですよね。でもこの黒崎くんがなんやろ、もみじにとっての椿さんになってるから、そこのポジションがちゃんと二人ともおるっていうのはもう最高ですね。
椿さんともう同じセリフをもう言っちゃってるっていうか、まああれは、まあ、脚本の流れでちょっと強引かなとも思いましたけど、なんか耳貸してっていうね、あのセリフ、なんかもうあったかなるわ心が。あとね、あのマグカップの色のシーンも良かったですね。話の流れで言ったら、このもみじがね、あの黄色がこの3人で、あの椿さんとゆくえさんとあとヨヨちゃん、この3人で選んで余ったやつやった。で、なんか余らなくてよかったねっていうシーンありましたよね。あそこのもみじのよかったっていうね、あの流れから察するに、黄色のマグカップはもみじなんですよね。ちょっと直前にも、そのゆくえさんは物に対してもかわいそうとか思うんだみたいなね、ちょっと話の前振りがありましたけど、それがまんまこのもみじが思ってたんすよ。この学生時代はそのずっと余っててっていうか、なんかイケイケグループに属してるように思われてるけど、まあ実はただなんか利用されてるだけでみたいな、まあその言葉選ばんやったらね。で、なんか篠宮たちにもなんか仲良くしようとしてたけど、このちょっと距離ができててみたいな。でもずっと余ってたと、このもみじがね。でもあの三人とおったら、この椿亭のこのクワトロ主演とおったら余らないっていうね、これを伝えたかったんですよね、あのシーンは。あとマグカップで言ったらね、もう今回はもうもみじ会やっただけに、あそこも忘れちゃいかんすよ。最初にマグカップ選ばせたのヨヨちゃんじゃないですか。あそこでちゃんとヨヨちゃんが好きな紫色を当てるっていうね、ここのゆくえさんのなんやろ、分かってます感、マジで分かってます感、あれがもう素晴らしいですね。もうゆくえさん大好き。この二人のね、なんやろ、心のバディ感、よかったっすね。もうあの四人が報われる世界観、最後までそれであってほしい。もう転生したら椿亭の5人目でしたみたいな、そういう世界観でいきたいね、おいも。まあこんな感じですかね。ということで、こちらのチャンネルはですね、毎週土曜日の夕方6時に、この一番好きな花の、まあ感想というか、胸熱シーン語るのと、で、毎週水曜日に、このワンデイ、聖夜の空騒ぎっていう月9の考察語っておりますと。なんでまあ、この辺見てる方はぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。どうも、あざめして。